飽きた。はあ、一流の釣り師を目指す人間の口にする言葉かしら。だって朝から一匹も上がってないんですよ。上がんなくたっていいじゃないの。どうしてですか。釣れなくたっていいでしょう、スーさん。いつも言ってるでしょう、釣りってのはイメージのスポーツなんだって。さあ、楽しく仕事やりましょうね。社長どうもおはようございます。一見あの遅刻のように見えますけれども、実は千束池の現場の方に顔を出してまいりまして、仕事もすでにやっております。今から5分前にその千束池の現場から電話があってな。それはよかった。さて、ところでお二人はどうするかな。銀ブラでもしてきますかな。ダメダメ、全員乗りそば。浜崎さん、転用が。なんで俺、俺降りるの。はいはい、誰か、おじさん待て。おじさん、俺たち揃って飯食いに行くから、おじさん降りてね。次ので来てちょうだい。社長、いや、千田さん、カメラ貸してください。どうしてカメラがいるのよ。